こんにちは、速稼塾の久保でございます、ね、自分の願望とか欲望希望っていうのがあるんだけどもなかなか叶わない、そういった方には致命的な、ね、ミスがあると私は思っているんですよ。それはですね、現在のやってることに慣れてしまうっていうことなんですよね。これをね、常に抜けていかなくてはならないんですよ。そのためにやっぱりね、こうやってみて確かめるという軌道修正が必要になってきます。やってみて、そして確かめると、現実を見るってことです。自分が100いくなと思ったんだけども30しか実際いかないと、その30しかいかないのを今回たまたまだよっていうふうに自己肯定するんではなくって、あ、自分は30なんだなと、求めてる100に対して70のギャップがあるんだなってことを確かめるために毎日たくさんのトライをするわけなんですよね。で、目標を設定することは非常に大事なんですけども、同時にね、期限も明確にしなければなりません。明日までにいくらって決めるんですよ。今日までにいくらとかね、例えばみんなの銀行って暗記ありますけども、今日も3000円稼ぐためにやっていこうとかね、昨日は1000円だったからその分今日はもうちょっと情報発信増やさないとな、別の切り口で発信していかないとなっていうことにもなるんですよ。ね、ギリギリになったら知り合いのところにね、それこそ昔の中学生の卒業アルバム取り出してきて、そこのもう主だった連中に電話をかけて、みんなの銀行って知ってるかみたいなね、そんなことをやっていくとかっていうのもお金に対して正直なことだと思いますよ。このね、稼ぐってことをプライオリティ、優先順位の一番に置いたときに、他のことは全部ね、正当化されるわけなんですよ。もちろん泥棒をしろってわけではないですけどね、まあそういうふうに目標設定をして、期限を明確にする。じゃあこれから腕立てですよ、60回やってくださいっていうのは期限と目標がセットになってますよね。で、腕立てですよやってください、これが期限がなかったら、じゃあ3年後までに合計60回でいいんですかって話になっちゃうんですよ。だから明確に期限を設けるってことになります。でね、私の場合この辺で振り返ると、3年で1億という目標は立ちました。40歳の時です。ネットビジネスってものを初めて知って自己アフィリエイトをやった瞬間です。まあ当然3年後には行ってましたよね。1億3800万という数字が行きましたんで、これずっと私覚えてると思うんですよ。初年度は2500万ぐらいでした。最初に使ったのは Facebook ぐらいだったと思います。 YouTube も補助的に使いましたけども、まあ主には Facebook だったですよね。毎日記事を20記事30記事書いておりました。で、Facebook はね、今ほとんど書いてない、1日1記事ぐらいの投稿になって、ビジネスのことは全然書いてないんですよね。ずっと大和くんの動画を貼り付けるぐらいなマイルドなものになってますけども、でも Facebook の記事投稿は私1万記事投稿以上してるんですよね。そして Facebook ライブは4000ライブしてるんですよ。4000回ライブやってるんですよ。だからこういうふうに数をこなしていくってことは何かっていうと、一番最初の話に戻しますけども、いろんなテストをしていたってことなんですよ。こうやったらどうなるかなっていうのをライブで4000回、こうやったらどうなるかなっていうのを記事で1万記事やってきたんで、Facebook っていうのをいわゆる卒業していったわけなんですよね。 Facebook から絞り取れる金はないと激しい言い方をすればそういうことになります。 Facebook を使い倒したんで、今度は YouTube に乗り込んできたってことなんですよね。 Facebook ライブをやめて YouTube ライブ、 Facebook に記事を書くことをやめて、もう記事を書くんだったらそれ動画1本にするみたいな感じですよね。まあですんで動画の本数がかなり増えてきて、そして一点集中できているってことになります。いまだに一点集中ということですよね、はい。で、3年で1億というふうに銘打ったときに、じゃあね、ちょっと花屋良さんは3年で1億という目標を立てていないと思いますけども、じゃあ3年でどうしようと思っていた、当時始めたのかってことなんですよ。なんとなく始めたのかもしれませんけどもね。じゃあ改めてこれ以上自分が伸びていこうと思ったり、それからね、やっぱり自分のコンサル生さんに背中を見せていくっていうんですかね、自分のやってる姿を見せて、目標設定と期限は大事だよってことを見せていかないといけない時に、まあ、この目標設定をね、今からでも立ち上げるのは非常に大事だと思うんですね。私の場合は速稼塾の塾生さん1年目から出たわけですけども、これで3年で1億稼ぐよとか、今月も100万突破するよっていうふうなことを常々言いながら講義を、展開してました。で、私がそういうふうに明言して月末に達成してる、それが信頼となって、最初の5年っていうのはね、速稼塾の5年っていうのはもうものすごい速度で、知名度を上げていったんではないかなと思いますし、まあ、YouTube の方もどんどんね、チャンネル登録が起きていたんだと思います。まあ、一気に8000人ぐらいまで駆け上っていきましたからね。まあ8000人っていうとね、そんな威張るような人数ではないと思いますけども、まあことビジネス系の YouTuber で、まあこのね、10万人20万人っていうのはあんまりないですから、特にこういったね、ネットビジネス系の YouTuber さんっていうのは
チャンネル登録1万人いくのが至難の技ですからね。その中でも私は、まあ、一等中の存在にはなったかなと思います。まあ、今ではね、まあ、言ってないですけども、ちょっと前まではそのネットビジネスをしている人が集まるようなパーティー結構あったんですけど、どこに行っても私はね、地方から出てきて、速稼の久保さんですねって声をかけられたりとかね、握手を求められたりとかね、名刺をくださいって言われたりするもんですよね。まあ、それがね、大体5年ぐらい前から起きていたことかなと思いますね。まあ、それからだんだんそこから離れていて、私は隠居という道をたどるんですけどね。はい、ちょっと余談が過ぎましたけども、じゃあね、月収いくらにしようと思ってやってるのかっていうことを聞かれてすぐに答えれるかってことも大事ですよ。だって自分が思ってれば聞かれてすぐ答えられるでしょ。隠すことでもないし。で、月収100万っていうのをね、多くの方は目指してますけども、じゃあ現実今いくらなのかってこと、月収20万なのか30万なのか50万なのか、じゃあギャップがはっきりするじゃないですか。じゃあそこは何をやってないからそうなってるのかってことがまた明確になるわけですよ。じゃあやってないことをやろうかって話になってきますよね。そういうふうにして売り上げを組み立てていけばいいんじゃないかなと思います。これは花屋レモさんだけに言ってるというよりも、多くのネットビジネスで稼ごうとしてる人への重要なエッセンスなんで、これね、私の話聞いた人は自分の言葉として多くの人に伝えるといいと思いますよ。で、あの商品ですよね。自分が目標売上を期限内に達成するためには、この商品ラインナップでいいのかなってことも考えなければなりません。じゃあ商品100万円の商品持ってるかなとかね、サポート期間が1年みたいな商品持ってるかなとか、サポート期間5年みたいな商品持ってるかな、持ってたらサポート期間がほぼ無限みたいな商品持ってるかなと、その商品っていうのは価格に見合ってるかなと。例えばね、30万円くらいで売った商品を一生サポートなんて言ったら、これね、商売になんないですよ。こんなことを商品に打ち出してるじゃ全然ダメです。一生サポートするんだったらそれなりの金額いただかないといけないんで、やっぱりね、100万円単位とか200万円単位になってくるわけですよ。だから何十万とかで一生切り渡すのも、これもやめた方がいいと思います。なぜなら数十万で買った人が一生サポート受けてるのに、その後のもっと高い金額の商品が一生以上のサポートってのできないわけですからね。だからそこを見せてしまったらダメってことにもなります。こういうことも考えながら商品作っていく必要があるのかなっていうのと、そういうふうにして商品を作ってるんですよというふうな、アウトプットがコンサルですからね。ということでね、いろいろとバカバカと申し上げましたけども、あのお金にこだわらないっていうかね、活動だけしてればいいんだっていうのは、これね、お金に余裕がある人の話なんですよ。だからまだまだお金に関しては、余裕がないよとか、笑える身分ではないよって方は、真摯にお金に対して向き合っていって、もっともっとお金さん集まってくださいと、力を貸してくださいっていうような自分になっていくことが必要だと思いますよね。私もね、今ね、あのお金はどんどん欲しいわけですけども、欲しいわけですけども、黙っていてもお金入るような、そんなね、口座もいくつかありますんで、それは助かりますよね。その上で FX をやったりとかね、ビジネスをやったりとか、この辺いくらこけてもロスがないですからね。他で補填されてますから。だからそういうふうな状態が初めて、まあ、ビジネスマンとして、まあ、一等中の存在になれたのかなというふうな気がしております。まあ、必ずしも自分を自己肯定するわけではないですけども、私にも、私を見ている1000人以上の塾生さんがいらっしゃいますんでね、どの瞬間見てるかは分かりませんから、じゃあ5年後に速稼塾見に来ましたとかね、3年後に見に来ました、久保さん悪くなったんですね、じゃないんですよ。私はもうね、こうしてても座っていてもお金が入るような状態、もうまさにね、孫悟空みたい、スーパーサイヤ人みたいになったんで、毎日商売はしてないんですってことなんですよ。だからまだね、黙っていてお金が入らないときは黙っちゃダメですよ。いっぱいアウトプットしないとってことになります。本日は以上でございます。花屋の皆さん、ありがとうございました。